おひきぐも属ラクニュラは、小金グモカに属するクモの群の一つである。腹部後端が細長く伸びる。このため、英名としては、テールドスパイダー、スコーピオン、テールドスパイダー、およびスコーピオンスパイダーがある。また、この属のクモは、性的二なりが著しく、オスには、そのような尾がないだけでなく、メスより、はるかに小さい。メスは、中型のクモである。 東京部は前後に長くやや平らで目の配列は前後2列で8眼前後の側眼は両端にあって互いにやや近い位置にあり中眼の区域は少し前に突き出る腹部は縦に細長く背面はやや平ら前端は左右の端が前に突き出て中央がくぼみ後端は次第に細くなるその狭くなったところが 実質的な腹部の後端であり、覆面のその位置に、肛門や糸イ,イボがあるが、背面側はさらに後方に細く伸び、お状になるのがこの属の特徴である。尾の部分は柔らかく、多少とも曲がり、それを上に反らせたりもできる。先端には種によって、型の異なる、小さな突起を持つ。これに対して、オスは、メスの体長の1、5から1、20しかない。 例えば、日本産のキジロウヒキグモでは、メス生体は、体長25から28ミリメートルに対して、有生体は2ミリメートルしかない。形も、ごく簡単で、腹部は単純な、袋型である。キジロウヒキグモのオス生体メスは、あまり大きくない縁毛を貼る。縁毛はほぼ垂直に貼られ、上向きの縦糸間に区画に、横糸のない切れ物である。 クモはその中央に下向きに止まる。種によっては、網の中央に縦長にゴミをつけ、クモもそれに体を沿わせる。乱納は複数をこのゴミと一緒につける。生殖についてはわからないことが多い。蒸気のようにオスとメスでは、大きさの差が著しい。特に日本のキジロウヒキグモでは、オスは乱納から出た段階で、すでに成熟していることが知られているが、 その後どのような生殖活動が行われるかについては、情報がない。この属は、小ガネグモ属、スズミグモ属を含む、探検群に対して、姉妹群を成すとされる。世界に13種が知られ、日本からは、以下の2種が確認されている。それ以外の種については、この項を参照されたい。ありがとうございます。